まあそろそろ2023年春アニメのレビューも微妙アニメの話をしようかなと思ってたんだけど、まあ、その前にちょっと自分なりの整理をしていこうかなと思いますというのも少し毎日と言われててなんであなたは微妙アニメを褒めるんですかって結構ねまあツイッターなんだけど真顔で言われたことあるんですよまあ僕はその時ちょっとあの即答できなかったんですけど考えてたんですよねうんまあそのことについてちょっとあの自分の中で最近ちょっと整理つけたのでまあ語っていこうと思ってますうん,、ま、ずなんでこう自分があの微妙ア アニメを褒めるのかっていう話なんだけど、それはね、うん、ジャンルを守るためだと思ってます。うん、まあ、まあ、僕の動画って影響力大したことはないんだけど、まあそれでもなんでこういうことを言ってるのかっていうと、まあ、差別化要素もあるにはあるんですけど、個人的にちょっといると考えてなんですけど、微妙アニメやクソアニメ、クソゲーがないジャンルが多分ね。 喋れ続くんだよね。うん。本当にね、なんか上積みだけ残ればいいじゃんって思,思ってる人もいるかもしれないんだけど、実は残ないんだよね。うん。微妙なものがなくなれば、なんか上積みもなんか失速していくんだよ。まあこの辺はもうゲームでもそうだし、まあドラクエやファイナルファンタジーのコマンド式 RPG とかシューティングゲームとかも、まあ最盛期の頃はすごくなんかパクリゲーが多かったんだけど、そのパクリゲーがうやうやいる時期の方が良かったんだよね。 そういう微妙な,なんかゲームがなくなっていけば、本当に勢いがなくなるんだよね。まあこれはもうソーシャルゲームにも言える話だと思うし、アニメのジャンルで言えば、ロボットアニメと日常系アニメも同じですよ。うん。まあ確かに起伏がなかったり、なんか最終話でやらかしたりするアニメって多いんだけど、まあそういう微妙な作品に対してあれこれ排除しようとした結果、結構勢いがそぎ落とされてるっていう感じがするんだよね。特に日常系に関してはかなり致命的じゃないかなと思う。 まあ、街角魔族やボザロやレベル1魔王みたいにちゃんと成長して、まあ、最終話でちゃんと信頼関係築いたりとか、そういった成果を出せるっていうのが、まあ、まあ、進化なのかもしれないんだけど、まあ、ロボアニメに関しては本当にこう、微妙アニメばっか叩いてたから、まあ、それでちょっとだいぶ落ちてきてる感じはするんだよね。まあ、最近はそれでもまあ、ガンダムとか頑張ってるからいいんだけど。 まあこういうのを押していきたいから、まあちょっと僕はまあ微妙作品も褒める感じですね。うん。あとまあ、アニプレオリジナルっていう枠もあるんだけど、まあこれも僕は応援してるんだけど、 なぜかっていうと、まあ、たつき監督のオリジナルアニメがアニプレイで出す予定だから、まあ、応援してるって感じですね。うん。まあ、とりあえずそういう感じです。うん。ジャンル自体を、あの、あの、あってたら、本当にこう、誰も作ってくれなくなるよって感じですね。これはまあ、なろうにも言える話で、まあ、正直僕なろうにしても、まあ、上積みレベルの方が好きなんだけど、まあ、でもこう、微妙、確かに微妙な、なんか使い捨てアニメとかかなり多いんだけど、まあ、そういうのを含めて、まあ、な 雑に楽しんでいかないと、多分ね、うん、ジャンルとして、なんか成り立っていかないんじゃないかなと思う。まあ、ナローに関しては本当によしあし分かれるっていうのが、まあ、正直なとこだけどね。うん。まあ、ちょっと本当にね、今年に入ってからそうなんだけど、まあ、自分としてはね、やっぱり良いところを探すっていう方が、やっぱりこの辺として、なんか差別化要素になると思うから、まあ、特に今後はその辺ちょっと意識していきたいなと思ってます。はい。 まあなんていうか、話題にならないから殴っていいっていうのはまあ違うと思うんだよね。まあなんだかんだの話題になってる作品でもファンとかいるし、まあそういう人たちになんか向けていければいいかなと思う。うん。あとまあこれね、も、ま、う、あ、個人的な話で、まあ特に今期春アニメではちょっとすごく警戒してた部分なんだけど、あのね、 クソアニメね、いじる時代はそろそろやばそうじゃねえかなって、正直ビビってんですよね。うん。いや、これがまあ被害妄想とかだったらよかったんだろうけど、うん。まあ事実として、名誉毀損の厳罰化の環境ってあるじゃないですか。今はまだ国評レビューとか、まあそういう感じで、やってる人たちが特にあの、訴訟されたっていう事柄は起きてないんだけど、今それね、なんか、超面評力のコップみたいになってるんじゃないかなって感じがしてて、 まあ特に今季なんかは、なんか、やばそうなアニメに対しても、なんか、腫れ物に扱うような接し方っていうか、まあ、無視で、なんか、ごまかしてるような人っていう空気っていうのがすごく感じるんだよね。自分としても、ま、そういう感じで、あ、これやべえなと思ったら、ま、あとりあえず、視聴切りや、褒め殺しでちょっと逃げようかなっていう感じ。 って言いますか、うんまあ、なんだとは言わないけど、やばい話を作る人っていうのは、やばい人が多いイメージはあるんですよ。まあ、これはまあなん誰とは言ってないけど、まあ、特にナロに関しては本当にピンキリあるって、まあ、良いものを作る人は良いと思うけど、やばいものを作る人っていうのは確かにいて、まあ、そういう人たちとの距離ってかなり近いっていうのもまあ事実なんですよ。まあ、なんていうか、やばい弁護士に話し通して、スラップ訴訟を仕掛けてくるリスクって、 ないとは絶対言い切れないんですと思うんですよね。いや、ないって言えますか、それ。言えるんだったら好きにやればいいと思うよ。うん。ただまあ、みんなその辺なんか薄々気づいてるからだい、ちょっとやばそうなやつでも、ちょっと腫れ物に扱う無視という形で逃げようとしてんじゃないかなって感じはするんだよね。あとまあ、特に春アニメはそうなんだけど、まあ誰とは言わないけど、まあ脚本家の人や監督の人やアニメーターの人とかで、誹謗中傷の厳罰化が進んでるからこそ出てきてる人っていると思うんですよね。もう誰とは言わないけど、 いやまあその辺やばい人だ、ちょっと、あれ、いや、いるけど、うん。まあそういうリスクについても考えていかなきゃいけないかなって思ってはいるんだよね。だからまあ、今期に関しては、こう、本当に環境が変わってきてるっていうか、やばいやつはいじるんじゃなくて、無視して逃げるって感じですかね。まあそれ抜きでも、なんかね、ネガキャン関連だと、今期春アニメは特にそうなんだけど、上位層に向かってたイメージあるんですよね。うん。まあ過去の、なんか代表作がある人が、新作やってっていうのが結構増えてるから。 ま、この辺に関しては、ま、僕もちゃんと褒めてるから言えるけど、推しの子、天国大魔を僕やば、ガンダム水星の魔女あたりに関しては、なんとか潰そうとしてた人たちがいる、いるけど、なんとか払拭できたって感じはするんだよね。 まあこういう人たちがなんかナローに手を回してなかっただけじゃねえかなって感じはするんだよね。うん。いやまあ、押しのこつながりで言うと、まあ僕もあの、かぐや様4期は入れないってずっと言ってるんだけど、僕はその分に対してフォローを入れてるつもりだから、まあじ自分の中ではバランス取れてるつもりではあるんですよ。うん。赤坂赤先生と好きなところも結構あるしね、ちゃんと。僕はあの、かぐや様4期より恋愛大鼓をアニメ化しろとはしてほしいっては言ってるんですよ。 まあ、マリマリがすごく結構最近なんか重くなってきてるけど、まあそれも含めて魅力的になるかもしれないと思うし、推しのこう原作に関しては最近の展開も含めて楽しんでるからね、うん。まあ自分がルビー推しになってるのもあるけど、<laughs> うん。っていうか、これ、本当にね、今、自分の中ではまあ反省も含めた上で、あの、今言ってるんだけど、自分の中でフォロー入れられる作品だったらいいんですよ、うん。 クマクマクマベアの赤白青井先生の脚本を、まあ今季だとカビ活もあるから、一応それがフォローになってるつもりではあるし、まああの脚本家に対しても、まあ叩くだけではなくて良いところもあるよっていうことを言える状況だから、まああれこれネタにできるんだけど、まあでもそれとも結構警戒してるんですよ。うん。というのも、自分の中での暴走のあれはあるんだけど、 本当にね、抱きしたり、まあ、叩いたり、これはクソだし、まあ、ファンも少ない、あるいは異常者ばっかだから、殴っていいと思ったらやばい。いや、ファンも異常者だと思って、殴る、殴ろう系やったらやばい。絶対やばいから、それ。自分が嫌いならいいんだよ。うん。まあ、他の人は好きかもしれないけど、自分が嫌いだって言うんだったらいいんですよ。そこで、ま、距離置かないとやばいなって思う。うん。殴っていいってか、まあ、一方的に殴れる時代じゃなくなってきてると思うから、殴り返されるリスクがないとやばいなと思うし、 自分の中で好きを見つけられない作品に対しては本当に逃げた方がいいっていうのは本当にちょっと自分の中で経験談としてある。うん。いや、昔の自分に説教したい部分でもあるレベルで。まあ何が言いたいかっていうと、僕ちょっと今期からはちょっとやばいアニメに関してはできる限り、まあ、褒め殺しにするか、なんか言及を避けるって形で、ま食、あ、べ息だけで終わらせようと思います。<laughs> だから評価誹謗中傷ってのを作ったんですよ。うん、自分の中でね。 いや、最後に本当にね、なんかクソアニメ、クソ漫画レビューやってる人、気をつけた方がいいですよ。まあ、弁護士とかつけて、ちゃんと対策取ってると思いますけどね。うん、取って当然でしょう。やばい弁護士に当たらないことを祈ります。以上です。